全然違う体つきだったりとかそういうのを見て、ちょっと自分もそういうすごい人になりたいなと思って、はい。プロレスの世界に一度入った時があったんですけど、その時ちょっと挫折してしまったので、30歳になる手前にもう一度昔の自分の夢に挑戦したいと思いまして、そうですね、まあ、一言で言うとまだ未知数というか未知なる生物と僕は思ってます。いつでも練習相手になってやるよって言ってくれるぐらい頼もしい心強い先輩なんで、とても真面目な子だと思います。でヒップホップの若手の子たちって既存のプロレス団体の若手っぽくないんですよね。何かどっかしら新しいところがある子たちなので、大ちゃんは大ちゃんは、本当に強くて体も強くて、もっとヒートアップ初のヘビー級ファイターとしてどんどん上に登ってってほしいなと期待してます。永井さんはもう本当にすごいリスペクトしますし、強い存在だと思うんですけども、僕もヒートアップを団体にしたいので、ヒートアップの代表として、思いっきりぶつかって戦いたいと思います。よろしくお願いします。